国鉄115系電車6門、6門は、品野鉄道が軽井沢駅長野駅間を品野鉄道線、新越本線経由で運行している観光列車である。品野鉄道は輸送人員の減少傾向や施設、設備の更新費用の増加など、開業以来抱えている問題に加え、2015年3月の北陸新幹線金沢開業と、 それに伴う北品の旋回業に向けた経営基盤の強化などが課題となっていた。こうしたことから2013年8月、新たな営業戦略の一環として、品の鉄道の利用促進と沿線地域の活性化を図るため観光列車を導入し、2014年夏の運行開始を目指すとする方針を発表した。改造には115系3両編成が充当されることになり、 2014年1月にはデザインなどが発表され、3月25日には車両改造工事の安全祈願式が取り行われた。改造費用は約1億円。列車相性は沿線地域ゆかりの真田市の六分線にちなむ六門に決定。デザインは水戸岡栄治が担当した。車内は車両の床、椅子、テーブル等に長野県産材を使用。1号車は ファミリーやグループ向けの車両とし、中央に子供の遊び場を設置。2号車は沿線地域の景観を楽しみながら食事ができるカウンター席とソファ席を配置しているほか、様々な交流や情報提供が可能となるサロンスペース、最低限の食事サービスを提供できるキッチンを設置。3号車は二人組の旅客が 個室的な空間の中で食事を楽しむことができる車両となっている。また、3号車には品の鉄道保有の車両としては初となるバリアフリー対応のトイレが設置された。水戸岡川本列車について7つ母子院九州を除けば全国の観光列車のナンバーワンと発言している。4月28日には改造中の車体が報道陣に公開され、7月2日には 車両が完成し、本社前の電車留置線で内覧会が行われ、7月11日より運行を開始した。全席普通車指定席で、1日あたり下り2本、上り1本を運行している。食事付きプランは、品野鉄道本社の予約センターと軽井沢駅、小室駅、上田駅、戸倉駅、八代駅の窓口で、 旅行予定月の2ヶ月前の1日から発売している。また、指定券は前日の各駅窓口と JTB、近畿日本ツーリストで運行日の1ヶ月前から取り扱っている。2014年11月28日から表示幕が専用デザインとなった。当列車が小諸駅に、これは、作詞した A6 スが幼少期に小諸市へ疎開したことにちなんでいる。 1 1 5系電車3両編成品の鉄道所属、S8 編成軽井沢駅マイナス中軽井沢駅、品の大岩駅、三代田駅、小室駅、田中駅、上田駅、徳良駅、八代駅、長野駅。ありがとうございます。